今回は柔道選手の阿部詩さんをご紹介します。阿部さんは兵庫県神戸市出身で、2000年7月14日生まれです。身長158センチ、体重52キロ、スリーサイズは非公開ですが、バストは推定 A から B カップと思われます。阿部さんは大きな瞳や綺麗な鼻筋、可愛らしい唇という整った顔立ちで、雰囲気や髪型によって可愛いにも美人にも見えるオールラウンダー系の美女アスリートです。10代の頃は前髪を短めに下ろしたショートカットで素朴で清潔感のある可愛い系だった阿部さんですが、20歳を過ぎた頃から前髪を長めにとってブラウン系のヘアカラーを入れたヘアスタイルが抜群に似合っていますね。試合中は柔道の競技特性上、上の道着がはだけてしまいますが、アンダーの T シャツを着ているとはいえ、ついつい阿部さんのはだけたところに目を奪われるという方も多いのではないでしょうか。また整った顔立ちから見せる屈託のない笑顔はとても可愛く、年齢を重ねてきた最近では大人っぽさも出てきて、表情だけでもセクシーになってきましたね。阿部さんは自身のインスタグラムで競技時の画像やプライベートでの画像のほか、ファッション関係の撮影風景、 T シャツに短パン姿でのトレーニング画像やビキニタイプのトレーニングウェア姿でのストレッチ映像を公開しています。ストレッチ映像は阿部さんの背中などのボディーパーツにフォーカスしたカットなどもあり、見応えは十分です。興味のある方はぜひチェックしてみてください。また女性としてちょうどいい背丈の阿部さんは、プライベートではガーリーな洋服を着ることも多く、私服の雰囲気がとても可愛らしいので、合わせてチェックしてみてください。私服の阿部さんを見ていると、その可愛らしさや愛くるしい笑顔から、なんだかデート気分になってしまうという方も多いのではないでしょうか。そんな阿部さんは、言わずと知れた東京オリンピックでの兄、阿部一二三さんとの兄弟金メダリストですね。兄の影響もあって、5歳で柔道を始めた阿部さんは、実は一二三さんよりも練習熱心だったそうです。中学生に上がると全国大会でも活躍し始め、高校生時代の16歳で世界大会優勝という史上最年少記録を打ち立てます。以降は世界選手権での4度の優勝、東京オリンピックでの金メダルなど、もはやレジェンドという活躍を見せています。まだしばらくは現役選手としての活動がメインとなると思いますが、これからどんどん大人の魅力にも磨きがかかってくる阿部詩さんを、これからも応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。